動画、どうする嵐の25周年、二宮の独立とメンバーそれぞれの現在地。やはりキーマンは、アイドルが嫌だった男、芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。10月24日、嵐の二宮和成がファンクラブの会員サイト内で旧ジャニーズ事務所から、独立することを発表した。また10月中旬に、女性自身、公文書 で報道された都内で愛犬と散歩する大野里氏の姿は、これまでのイメージとは大きく異なる様子だった。嵐の現在と今後について、芸能取材の推も甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。芸能評論家見すぎ部以下見すぎ嵐の現在地ということで、今回。 二宮さんが独立するという形はちょっとまだ色々書く方向で報道がありますけども、そういう中で各々それぞれ活動されてるじゃないですか大野さんなんかは最近ね、ワイルド風な、ワイルドな風貌での、タレント石岡舞、以下石岡見ました。結構変わってて、ちょっとびっくりした。芸能リポーター安部霞、以下安倍。 気づかないでしょ。石岡そうですね。歩いてても多分気づかない。見過ぎ愛犬の散歩も取られていた。芸能ジャーナリスト佐々木博之以下佐々木なんかトラブってはいたんですよね。最初ね。一緒に仕事する人とお金のあれがトラブってはいたんですけど、なんか今順調にいってるみたいな話ですよね。 三杉桜井さんの方は、一応、ニュースゼロ日本テレビ系の月曜キャスターの交番を一部有観紙が報じたんですけど、それに対して日本テレビの福田専務が否定したということで、安倍安泰じゃないですかただやっぱり CM はなくなっているっていう状況が現状があるので、こうやってしばらくやっていくしかないんじゃないですかね。 何かもっと新しいことをしようとか、何か違うジャンルに行ってみようとかっていうことは、今考えられないんじゃないでしょうかね。